あともう2分で活性披露試写会がいよいよ始まるということで、今の時々ですよ、一般の人に見てもらうのは本当に今日が初めてですから、そうですよね、ある種オーディションみたいなもんですからね。で今日これからあの監督スピーチということで、これまた何かこう考えてらっしゃいますね。そうね、まだまとまりきってないんですよね。なんかこう笑かせるというか、まあ、それは必要不可欠ですけども、ちょっと時事ネタを入れてみようかなと思います。時事ネタを、はい、三谷幸喜監督、よろしくお願いいたします。思い起こせばラジオの時間の完成披露試写会の日に安室奈美恵さんが結婚、そして妊娠発覚、次の日の、ワイドショーは、そっちの話ばっかりで、ほとんど、ラジオの時間のことは取り上げられませんでした。それから4年の月日が流れました。今回何がラッキーだったかといえば、木村拓哉ジュニアが先週誕生したことです。これ1週間遅れてたら大変なことになっておりました。工藤静香さん、ありがとう。ありがとうございました。